クリストフ・ヨハン・チッシュラーは、ドイツの俳優、脚本家、声優、翻訳家、エッセスト。ハンス・ジシュラーやハンス・ジ・シュラー、ハンス・ジ・ヒラーとも表記される。ニュルンベルクに、石材業者の息子として生まれる。ミュンヘン大学とベルリン自由大学で、哲学、民俗学、音楽学及び、ドイツ文学を学ぶ。編集者、翻訳家をした後、1968年に、 ベルリンのシャウビューネ劇団に入り、1973年から1975年まで、その脚本家を務めた。俳優としても1970年代から、ビムベンダース、ペーター・ハントケ、ペーター・リリエンタール、ルドルフ・トーメ監督らのドイツ映画作品に出演した。特に1976年のビムベンダース監督作品、サスライで、知名度を得た。国際的にも、 クロード・シャブロル、アンドリュー・バーキン、サボーイ・イシュ・トバーン監督作品に出演した。特に2005年のスティーブン・スピルバーグ監督のミュンヘンではモザトのエージェントを演じて注目された。また、スウェーデンのマルティン・ベックシリーズではヨーゼフ・ヒルマン役を演じている。2009年のベルリン国際映画祭ではウーファの映画プロデューサー役で出演した。 ヒルデガルトクネフの生涯を描いた映画、ヒルデが初上映された。2006年に再度ベルリンに出版社を設立し、交通学関係の書籍などを出版している。ありがとうございます。